こちらサッカースタジアムの1階の設備になります。こちらの床に3センチくらいまで水が溜まりました。それによってすべてこちらのカーペットの絨毯すべて外に出して今対応している状態なんですが、やっと水が引いたところで、台風の影響で藤枝総合運動公園は浸水とともに土砂が流れ込み、公園全体に関わる変電設備が破損したため停電が続き、給排水もできない状態となっています。駐車場の一つにはまだ流れ込んだ土砂が多く残っていますが、公園内に仮設のトイレと手洗い場を4箇所に設置し、多目的広場や陸上競技場など段階的に利用を再開しています。電気設備、給排設備の回復っていうのは非常に長期化することが見込まれておりますが、できるだけ皆さんに影響せず、いち早くこの施設を使ってもらえるように私ども全力を尽くしていきたいと思っております。またサッカー場をホームスタジアムにしている藤枝舞 FC は、土曜日のリーグ戦について電源車を確保するなど予定通りの開催を目指し調整を進めています。